平野紫耀、用、キシ太、神宮寺ン太のナンバーアイドーム公演への期待が高まる。日本のフィギュアスケート愛好者とエンターテインメントファンに朗報が舞い込んでいます。元キングプリンスへのメンバーである平野紫用、神宮寺勇太そして最新メンバーとして岸優太が加わり、新たにナンバーアイとして再始動しました。 ファンは再び彼らの歌と踊りを楽しむ日を待ちわびています。この記事では彼らの再出発についてドーム公演やその背後に潜む期待について詳しく探ってみましょう。ナンバーアイの再始動ファンの期待が高まる。2021年10月15日、シユータがエンターテインメント会社。 とべに合流したことで、ナンバーアイとして再始動した平野紫耀、神宮寺勇太、そして岸裕太。ジャニーズ時代からのファンにとって、この再結成は待望の瞬間でした。彼らの歌唱力とダンスパフォーマンスに魅了された多くの人々が、再びステージ上で輝く姿を見ることに期待を寄せています。ドーム公演の匂わせ、ファンの予想と期待。 再始動の舞台が東京ドームであることが発表されたことからファンたちは期待と予想が膨らんでいます。SNS 上には東京ドームでのライブへの匂わせについて多くの声が上がっています。ファンの間では以下のようなコメントが見られます。デビューライブに匂わせ感があるけど騎士んは野球好きだからどちらかなドーム貸し切りすごく金かけてもらってる。 でも、花束贈呈を見たかった。東京ドームでライブするよ、の匂わせかなショー、ファンの熱心さから、彼らのパフォーマンスが東京ドームで行われる可能性が高いことは言うまでもありません。飛べの大型イベント計画、ファンの期待に火をつける。 トベの社長である滝沢秀明氏は多くの大都市でドームを抑え、来春には所属アーティストのお披露目も兼ねたイベントを計画しているとの報道がありました。この情報がファンたちにとっては追加の期待を生む要因となっています。ドーム公演に向けたフリーれの開始、内部情報の手がかり、ファンの期待を一段と高める情報として、 飛べた外部の振付師を募集していることが挙げられます。ダンスパフォーマンスを向上させるためには、振り入れが不可欠であり、これが12月から開始される予定とのことです。このことから、来春にドーム公演が行われる可能性が高まっています。ジャニーズタレントの得意性、ダンススキルの迅速な習得、 ジャニーズ・タレントはダンスのスキルを驚くほど迅速に習得することで知られています。彼らは短期間で多くの振り付けを覚え、ステージ上で素晴らしいパフォーマンスを披露します。この点がナンバー・アイがドーム公演に向けてフリーれを行う際に大いに役立つでしょう。結論、ナンバー・アイの再始動に関する期待と興奮は高まり続けています。 東京ドームでのドーム公演の可能性、外部の振付師の募集、ジャニーズタレントのダンススキルなど、様々な要因がドーム公演の開催を示唆しています。ファンたちは、再び彼らの魅力的なパフォーマンスを楽しむ日を待ちわびています。ドーム公演の具体的な詳細が発表されるのを楽しみにしましょう。文末。 ナンバーアイのメンバーである平野市耀、岸優太、神宮寺優太の再始動についての最新情報は、ファンをワクワクさせています。彼らのダンスパフォーマンスと歌唱力が、再びステージ上で輝く日が待ち遠しいです。ドーム公演に向けた準備が進行中であり、ファンはその日を心待ちにしています。